はい、どうもこんにちは、スーパーファイヤープロレスリング3ファイナルパート、もうえげつないぐらい長いねタイトルのゲームやっていきます。あの花ぐらい長いわ結構ね、まあプロレスのゲームでは割とメジャーなタイトルだと思うんですけどね、スーパーファイヤープロレスリング、まあ、通称ファイプロの、3作目ですね。で、公式リーグ戦を勝っちゃおうよみたいな、そういう、まあ、ただ単純に公式リーグで遊ぶっていう、そんな動画です。はい、まあ、シングルとタッグ選べるんですけど、まあ、シングルで、でまあ公式リーグっていうのはどういうゲームかっていうと、まあ、次見ればわかるんだが、キャラクターがね55人かな、レスラーはまあこの時は実際の、人物名使えなかったのか、全員なんかもじってたり若干変えてたりはするんですけども、まあなんとなく見たことあるようなね人たちがいるわけですよ。55かな、うん、でそんな中から1人、レスラーレスモンをね選んで、残りのね54人と戦っていくっていう、そんなゲームなんです。はい、まあメジャーって言っても多分知らない人いると思うからね、説明しておくけど、で、まあ、まあ誰でもいいんですけど、まあいたしゾンビマサでちょっと説明すると、まあ体重とか身長は特に関係ない、まあみんな同じサイズだ。でバックドロップっていうのはこの人の得意技で、まあ、使うと観客が喜ぶ、ちょっと盛り上がるっていう、多分他にもね多分スタミナとかダメージを与えやすいとかあると思うんだけど、まあ、その辺はねステータスにどれぐらい食らってるかとか乗ってないからわからん、感覚で。アビリティは、まあ、能力だね、攻撃力、防御力、そして速さ、この3つ、まあ、ざっくり言えばそのステータスが高ければ高いほど強いし、相手として出てきた時も強い、自分で使った時も強いし相手としても強いっていうね、そんな感じです。でね、このビンタは最近ね見れなくなっちゃって寂しいんですけども、まあね結構素早さが高いよとかあるんですけど、まあ勝ち抜きなんでね、最初はコンピューターレベルも低いんですよ。で最後になると能力も高いやつがコンピューターレベルも高い状態で襲ってくるっていう、とんでもないね、そんなゲームです。じゃあ、まあ、説明はねさてもういいでしょうってことで、誰を選ぶかなんですけども、まあいろんなねキャラクターというか、まあレスラーがいるんですけども、ね、バイソンとかね、ビッグザグレートプルとかねいるんですよ。この辺めっちゃ強いから、ちなみにで俺が使うのは誰かというと、まあ、普通に動画で遊んでても面白くないんで、一番ねこのゲームで弱い、勝ち抜き戦でね1試合目戦う若本一徹さん、ね、アビリティ見てよ、半分超えてるのがディフェンスしかないっていうでこれ高くもないしな、この値ほらね。でこの若本一徹さんで、公式リーグ戦を勝ち抜きしていきたいと思います。でボディースラムね、まあ、これがどんな技かは見てのお楽しみということでやっていきますか。はい、このゲームね結構やってるから俺な、まあ、最近はやってなかったにしてもめちゃくちゃやり込んでた時期があるんで、まあそう簡単には負けないかなと思います。いや、まあ、このね、一試合目でちょっと操作説明というか、まあ、どういうことができるかっていうのを、説明しようかな。はい。まず、移動ね。で、組んだ時に、まあ、殴られたけど、肩が一瞬下がったの分かります？ほら。この肩が下がった時に、任意のボタンを押すと、攻撃ができると。で、X でハンマースロー。まあ、走ったりね、できます。で、組んでる時にやると、ハンマースローってよく見るでしょ。俺全然うまくいかんわ。これね、これができます。はい。痛い、ごめん。で、組んでない時に Y ボタンでジャンプとか。基本的に Y ボタンが弱攻撃、B ボタンが中攻撃、A ボタンが強攻撃。ちなみにドロップキックは強攻撃ね。で、これミドルキック、中攻撃。で、あとは、まあ、基本的に、こういう。倒れてる、レスラーに Y ボタンで起こすことができますね。で基本的に、まあ、そうやってダメージを与えてやっていくっていう感じなんですけど、ボディスラムねもうやってるんですよ実は。ダメだこれです、はい、弱攻撃
弱攻撃が一番得意技というか、観客が盛り上がる技。はい。で、走ってる時はまた技が変わって、ね、走りながら Y と走りながら B があるんですけど、まあ、走りながら B はドロップキックですね。はい。で、寝てる時に下半身で A とか、下半身で、上半身でとかがありますね。はい。これ。はい。で、締め技、仮定は置いといて、どうやったら勝ちなのかっていうと、場外で20ターン、20カウント。相手がなると、ハンマー、負ける。相手が場外20ターン、20カウントいると、勝ちとか、あとは5秒間狂気を使われると勝ちとか、まあ、特殊な勝ち方もあるんですけど、基本的には、相手のギブアップか3カウントですね。で、基本的に、こうやって削って、これね、ダメージ出せとか、なんか、ピヨピヨしてるじゃないですか。気絶、なんか、そうなってくると、どんどん強力な技が使えると。俺が同じ技しか出してないのは、これね、弱攻撃とかやってるのは、別に得意技だからやってるわけじゃなくて、ダメージ、相手が疲れないと、中攻撃とか、強攻撃が使えないんですよね。使っても、返されちゃう。っていうね。これね、今から中攻撃やりますけど、ほら、ブレーンバスターとかね。これ、相手が体力ある時でやっちゃうと、返されるカウンターでやられちゃいます。これね、バックドロップとか。バックドロップなのかな、あんまわかんないけど。プロレス技あんま知らないんだけどね、俺。これ相手や、今、B 技中攻撃やってきたんだけど、まあ、確率が低いってだけで当たるときは当たる。みたいな、ね、感じで、ほら。これカウンターね。カウンター勝手に残るんですけど、相手が食らってないのにやっちゃうと、今みたいに返されちゃう。失敗した。で、若本さんは、覚えてないんですけど、これね、トップロープとか登ることができますね。いろいろできます。じゃあそろそろ終わらせますか。はい。で、寝てるときに B ボタンを押すと、ホールドができますね。はい。みたいな感じです。で、技なんですけど、弱、中、強の攻撃がね、それぞれ Y、B、A ってあるって言ったんですけど、あと方向キー。方向キーをそれぞれ入力することで技が変わると。まあ、次はその辺の説明していくか。まあ、基本的に、方向キー上下左右入力しながら、そのね、2位のボタンを押すことで、それに対応した技が出ると。まずじゃあニュートラル。ニュートラルは、この技。で、方向キー入れながらだと、この技と。みたいな感じですね。これがまあ弱攻撃。中攻撃とかは、ちょっとまた、体力をね、削らないとできないんで。ダメだ。ちょっと待ってて。で、弱攻撃は、方向キーを入力してるかしてないかで技が変わる。で、B ボタン、中攻撃、A ボタンの強攻撃は、方向キーは上、下、あとは、左右はどっち。まあ、上下、横だね。で、3つ技が変わる。そんな感じです。だから、中攻撃と強攻撃は4つ技があるって感じだね。ニュートラルと、上、横、下。はい。そんな感じです。あとはね、俺はめったにやらないんだけど、あ、これ基本的に強い、この技。ジャブでね。ジャブでダメージ与えて、倒すと。で、俺がね、何気なくやってるんだけど、これね、起こしてドロップキック。これがね、結構強い。結構基本的な動き。で、あとは、これもね、よく多分今後対応していくんですけど、まあ、相手が落ちるじゃん。さっきもやったけど、これ絶対ここで上がってくるときは見計らって走ってね、殴るって今失敗したけどね。じゃあもう一回やるか。これもね、多分終盤対応する。弱者が勝つ唯一の方法これだから。これね。こうやって倒してドロップキックで、あ、失敗したけど、またね、うまくいくと外に落ちるんで、それを永遠とやるっていう。あとは、本当に終わってる戦い方として、これね、ハンマースローで、ポストに当てる。ポールに当てる。で、これをやると何がいいかっていうと、ならないかな。あ、これ、流血。これ、流血っていうね、R18 なね、R18G みたいな状況があって、これが何かっていうと、体力の回復が遅くなる。見えてないステータスだからあれだけど、まあ、体力みたいな設定されていて、なんで当たらないんだ、これ。ふざけんな。まあ、何も自動回復があるとしたら、1秒間に2自動、10自動回復するとしたら、流血な、あ、
レアケース。これ無法地帯ですよ、ちなみに。止められないんで。一生できます。で、流血になると、感覚だけど回復量が3分の1ぐらいになるかな。3分の1ぐらいになるので、体力がゼロにしやすいと。まあ、そんな感じですね。終わりかな、もうそろそろ。まあ、大技決めるか。終わった。基本的に、ただ得意技がね、弱技なんでね、やることがないです。で、俺がね、今後見せることになるのは、ロープ際。相手が、場外から這い上がってきた時に、突っ込む。突っ込んで起こしてドロップキックか、今、ポストに、ポールに当てて、流血を出した、あれとか、が、まあ、基本的になっていくかな。強いキャラクターだとね、もっとね、楽しい戦い方ができるんだけど、ロープ技とかね。あ、これ、序盤はね、攻撃力高いキャラクターだと、一発でね、もうドロップキックまで決めれるんだけど、こいつ体力、攻撃力ないんで、基本的に、あ、成功しちゃった。失敗すると、相手返すんだけどな。俺、もう一回で疲れちゃう。激弱。ドロップキックとかの感覚はね、キャラクターによってちょっと若干違かったりするかな。あれ？なんで当たんないんだ？で、基本的にはこういう場所で戦うのが一番いいんだけど、落としたくないから、落としたくないから、こうやってね、こうやってやって、もう左に行かせたくないって時は方向キー入れて向こうに投げるとか。でもピヨったから、これだから回ってる黄色いなんか粉が出てるやつは俺ピヨルってこう、まあ、よく言うんだけど、そうなってくるとまあこれ中技 B 技とか、あわよくば A 技がね使えるよっていう状態になっていきます。基本的な削りは組んでない時にこれでねペッ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 って移動しながらジャブをしてちまちまダメージ与える。これね、あミスった。あほら失敗した。俺が疲れてないから。まあ、ああ、なるほど。2回ドロップキックが決まるってことはもう終わるね。そろそろ強技やるか。 A 技ね。はい、おい起きろ。これ一応 A 技。これなんなん、わかんない。こんな技あんの。あ、OK。 サソリ固めかな。横 A がサソリ固めか。このキャラクターあんま知らねえんだよな、何やってるかどういう技か。で、ファイルドライバーかな。はい。あー、このキャラクター、あれか。ホールド技がないんだ。なんとかかんとかホールドみたいな技持ってる人は、癖が強いのかな。そっからね、スリーカウントいけるんですけど、こいつないんで、基本的に、相手のギブアップ待ち。使いづれ。はい。逆指と。まあ、こっから説明せずにさっさと行っていくか。あ、出た、パイレス2号。一応元ネタがあるらしいんだけど、その辺はね、スーパーファイアープロレスリング3、ファイナルバートって調べると、ウィキペディアが出るんで、参戦、レスラーと元レスラー、一応見ることができます。はい。よろしくお願いします。見てください、気になった方は。はい。で、最初はお子さん。ほら、失敗したね。もう疲れてんじゃないの？もう疲れてんじゃないの？あ、失敗した。疲れてなかった。じゃあ、はい。いやー、最初はね、あんま起こしたくないんですけどね。いい技持ってるやつもいるんだけど、あんまりいい技持ってないな。で、落としたくないよ。これですね。で、ドロップキック。あー、全然疲れない。もう攻撃力なさを痛感している。投げ技？俺が投げた時にこのね、これいろんな技ペッてやってたりするんだけど、これ何が違うのか、一応威力違うのかな、あんまわかんないんだよ。そのやんの、危なっ。噛みつき攻撃されてたんだった。これね、これ B 技ね、ちなみに逆水平チョップ。うまくいかんわ。で、一応、ディフェンスとかアタックとかね、ざっくり書かれてたんですけど、2種類あって、ポケモンの特攻特防みたいな。なん違う、特攻攻撃みたいな感じで2種類あって、一応ね。ステータス的に、普通こういう攻撃、肉弾戦な攻撃と、あとは、こういう、サブミッション、関節技の攻撃力、設定されていて、まあ、その辺は、エディットキャラクター作れるんだけど、その時に分かる。ステータス。ああ、そんなんあったんだ、つって。攻撃力と、まあ、防御に関しては、そういう感じで、特攻、特防みたいな、攻撃防御みたいに、それぞれ、ありますね。
こういう物理攻撃が得意か、関節攻撃が得意か、みたいな。まあ、逆に苦手とかね、あるんですけど、こいつは何が得意なのか全くわからん。多分、ボディスラムが得意だから、普通にこう関節技よりかは、物理攻撃の方が得意かな。あ、普通に B 技された。もういけるかな。あ、いける。もう A 技決まるやん。まあ、2分かかってる。めっちゃかかるな。やっぱ俺が今黙ってるってのはあるけど、マジ時間かかる。普通にね、ちょっと強いキャラクター、20戦目ぐらいに出てくるキャラクターとかもう1分で倒せるね、普通に。その辺から俺がやると。あとは攻撃力低いってのもあるし、流血技がないっていうね。流血技がね、あるキャラクターはもっと簡単で、あのポールにね、当てなくても流血できるんで、相手が勝手に疲れてくる。俺が失敗しなくてもね。いけるかな、これ。どう？どう？どう？全然ダメじゃん。これやるか、ドロップキック。ここだ、オッケー。ドロップキックはめちゃくちゃ慣れだからな。失敗すると俺が食らうからね。若干、反動みたいな。ステミタックルみたいな感じ。成功したら、何もペナルティーがないステミタックルみたいな。危な。もういいじゃん、終わろうよ。ねえ、もういいでしょ？満足したでしょ？いいじゃない。ね、いいじゃない。いいじゃない。よし。3分か。結構真面目にやったつもりなんだけどな。まあ、つもりだからね。やっぱ説明しながらとかだとね。あれだな。で、これ。このね、若本一徹さんで、結構前にやったことあるのよ。別に動画でも、動画とか関係なくできるかなーっつって。途中でやめてんだよね。ちょっと、セーブデータがね、あるんで。次見せるか。セーブデータはもう一回。これ疲れるとね、だんだんね、関節技、関節回数決めれるんですけど。いやー、ちょっとむずいな、ドロップキック。やめよ。まだ疲れてないよね。俺から行こう。俺から行って。能力値が高いやつはね、こうやって引っかかるじゃん。こうなった時に走るでやめれるんですよ。そうならないために自分から追いかけるっていうのがね、結構有効な手立てではある。作戦ではある。おいおい、早く起き上がってこい。で、コツは相手が片膝を立てたぐらい、いや、走り、この位置から走り出すと大体当たる。これね、片膝っていうか、なんか頭を若干上げた時、キャラクターのスピードによるけど、この辺はね、キャラクター速さで変わるんだけど、だいたいこれで、こればっかやっていけば、跳ねます。ただ、終盤になってくると、そもそも技かけられないんで、まあ、それなんでかっていうのは次、今言うと、キャラクター、うわ、こいつうまっ！この距離できるんだ。あ、ちなみにね、Y、あの、Y ボタン押したら降りれます。わしもできたぞい。わしもできたぞ、新一。よし。いけるかな、あ、無理か。まだワンか。全然疲れてないな。この技と、今 B、下 B をやったんですけど、下 B と下 A の技の違いがわからん。若干浮いてんだよな、これ。あ、失敗した。あ、俺の得意技。一徹二期の得意技やられた。いけるか。お、いける。あ、若干飛ぶよね。垂直落下式パイルドライバーみたいなのかな。技がわからんだよ。技の確認はね、エディットキャラクターで、このキャラクター元に、エディットキャラクター作りますの時に初めて技が分かる。一時ちょっとね、スプリットシートに、スプレッドシートかにまとめてたんですけど、飽きてやめちゃった。飽きてやめちゃったな。で、コンピューターレベルが高くなると何が起こるかっていうと、まあ、敵がね、能力値が高いっていうのもあるんだけど、こいつらの攻撃方法って、組んだ時に肩が下がったタイミングで、ね、ボタンを押すっていう。今まだね、肩下がってるのが見えると思うんだけど、終盤になってくると、もうフレーム単位で押さないと負けるのね。で、強いキャラクターが1フレームぐらいで攻撃決めてくんだよ。だから、なんかだんだんとね、決められなくなってくるっていう、まあそういう、まあ、弱点が。だから難易度のね、このゲームの難しさね、分かってくるっていうね、そういう感じでございます。はい。もういけんじゃないかな。1,2,3! よし。2分50秒。まあ、ちょっとカップ麺にし、ではちょうどいいかなぐらい。俺は2分半ぐらいで食うけど。あ、あとは、どうやったら勝ち抜きが成功するかって感じなんだけど、ナウポイントとクオリファイ。
今持ってるポイントと、次のね試合に進むためのポイントがそれぞれ載ってて、 KO 勝ちすると、まあ、KO 勝ちっていうか、まあホールド3カウントとか相手にギブアップで勝つと5ポイントもらえて、反則勝ち、相手が狂気を5秒間続けたりとか、強攻撃、あと場外に20カウント、あとトップロープに 5カウントとかいると反則勝ちになって、その時2ポイントだね。だから相手の反則勝ちを狙うのは1回しかできない、そんな感じ。まあほぼ使わんけどね、ほぼ使わん。でコンピューターレベルは1から16まである、ちなみに。もう未知だね、16とかもう。てか10が、10ぐらい行くともうね、初見で、あ、出た。これ反則攻撃。反則攻撃すると、何がいいかって、流血出しやすい。狂気攻撃というか、今の噛みつきとかね。ああ、やめれないよね。やめれないのよね。やめ方が俺わかんなくて、どうやってやめればいいのか。未だにわかんない。レバガチャしてんだけど、だから。わあ、もう全然ダメ。こんなことないんだけど。ほらほらほら。おい、やめろ。だから自分から言ってドーン。で、うわあまだダメな。あ、こんなよ、なんか、ふらつくことない。あ、やべ、起こされた。やばい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 。やばい、おこの野郎。ああやった、カウンター狂気攻撃。ふん。バカバカ。もう始まる。俺の殺戮ショーの始まりだけどね。よし。だけどねっていうやついねえだろ。そんなキャラが。いけるか？上がるか？上がらない！まだダメでした。疲れれば疲れるほど技の成功率がね、100% 近づくんで、まだダメだ。7割ぐらいかな、成功率今。まあ、疲れてなさそう。やめれない、やめれない、やめれない。おい、やめろやめろやめろ！こいつ、とことん強気攻撃。レバガチャ、お、やめてきた。おい、やめられるから、俺から言ってね。技を直接強制的に当てるっていう、そういうねことができる。やらないとダメなんで、ね、もう街じゃ勝てない。距離感、おやめろやめろやめろやめて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 、逆に今日血出ろよ。おい愚か者、エンズゲリアとやろうとしてた。あ、相手もこんなミスするんだ。あんまりいくらコンピューターレベル低いっつってもね、そんな見たことないけどね。あ、でもコンピューターもね反則負けするよ普通に。一回見たわ、なんかやめずにずーっとなんか噛みつき攻撃5カウントやって待ってた。何こいつと思ったけど。で、落とされるから、落ちるとめんどくさいから、やってと。よしよし。まだね、喋りながらゲームできるんだよな、この辺のレベルだと。もうひたすらこれよ。投げて、ギューギューやるしかない。あ、8回ぐらいできたな。だいたいギューギュー何回やるかで、こいつこんだけ食らってんなってのをね、確認するんですけど。いや、結構できてるよな。6回か。十分か。はい。あ、あとね、俺マジで知らなくて、調べて知ったんだけど、隠し技ってのがあるらしい。方向機、上下、横のどれかと、YB を同時押しっていう技があって、ちょっとやってみようかな。多分 YB 同時押しがそもそも難しいんだけど。いや、ちょっと狙おうとするとマジでできないな。違う。違う。じゃあ下 YB かな。あんのかお前に。お前その技あんのか。ねえわ。いいや。即ギブ。ダサすぎるだろ。まだ触れたぐらいだよ。誘惑で言ったらトリートメントだなって、なんかカラスが首に、なんか触ったぐらいだけど、さらって言って。さらーぐらいのタイミングで。ファントムガイ。何のレスラーをどうもじったのか全くわかんねえんだよな。何この人って思っても、マスクとかだってわかったりとか、まあ、キャラクターによったら技とかね、アクションでわかるから。まだ言ってたよね。ひたすら、ひたすらダメだ。ひたすらダメるか。ひたすらダメよ。これしかない俺が勝とう。いや、結構序盤でさ、何も、ダメだ。相手疲れないってめちゃくちゃやばいんだけど。よしよし。おい、やめろ。
やれっか。よし。あ、この位置むずいんだよな。で、ちなみにこの時はね、食らわん、相手は。レフェリーは。はい。あ、いけるね。余裕だ。もちろん。よし。いやー、でもこれいけっかな。いや、これでね、ドロップキック決められたらマジでね、すごいと思う。まだダメ。あまりにもやばい。いたー。降りてこなかったか。降りてきてよかったのにな。おい、おい、返したよ。スモールパッケージフォールド。これ返し技でしか見れない技だから、めちゃくちゃ貴重な技。あ、早かった。落とされる。あ、やべやべ、うわー、やべやべ。こっちだよ。こい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 。よしよし、オッケーオッケー。来たで、ネズミが来たぜ俺のところに。愚か者が。俺もマジでこれずっとやってたから、当時。このゲームにハマってた時はね、ずっとやってたね。地元じゃ負け知らず、まあ、ではないんだけど。ワン、ツー。まあ、まだ2カウント。まだか。お、上へ入ったよ。もうどんどんやっていくか。ワン、だからこれね、何の攻撃力もないから、ホールドって。意味ないんだよね。まあ、3カウントは狙いやすくなるけど、で狙えるんだけど、それ以外の取り柄がない。ひたすらこれ頼む。信じるしかない。なんなん、関節技に攻撃力に差ねえだろ。あんのかな、決めや、こいつは決めるのがうめえぜみたいな、あんのかな。防御力もあるわけじゃない。防御力はめちゃくちゃカチコチであってほしかったな。岩タイプみたいな、岩枠みたいなね、感じであってほしかったね。でそういうわけでもないんだよな。得意技ボディスラムで、そんなことある？ダメだ。これって誰でも使えるわ。でも誰でも使えるものを得意技になるぐらい洗練したってことだよね。磨いたってことだよね。考えたらかっこいいけど、1戦目なんだよな。50戦目とかでそういうキャラクター出てきたら、なんかすげえこいつみたいになるけど、1戦目なんだよな。もうちょっと頑張ってやっとしか思えんわ。元ネタって言うとあれだけど、参考レスラーがいるから、あんまり言えないんだよ。この時って、まあ、スーパーファミコンのゲームで、いつの、あれだな、93年か。プロレスめちゃくちゃ流行ってたんかな？あんまり。今もう、全然聞かないもんな。こういうレスラーがいますとか言われても、ピンとこんし。プロレス流行ってましたよね、みたいな映像全部ちょっと古いからさ。いた。あー、でもジャックワザだ。ダメだ。ダメだ。ダメだ。一ギュはま、さすがやばいな。ダメだ。まず落とそう。まず落とす。もう落として落とすわ。もうひたすらそれやる。ドロップキックはちょっとまだ向かなそうだな。ダメる。あ、やべ。あ、でもそっちで起こす。よし、オッケー。おい。落ちろ。まだか。おい。そういう技もあんだよ。後ろをね、取るっていう技もあるんだよ。あれ結構レア。あの技持ってるのやつ。キャラクターあんまおらん。ダメだ。俺がよく使うキャラクターにはね、そんな技持ってるキャラクターいない。はい。あー、バカ。なんで走り出した俺。チャットモンチーかも。ダメだ。よし。いけるぞ。この HWA もよくわからんしな。どういう意味なんだろう。ヒューマンプロレスリングみたいな感じなのかな。ヒューマンレスリング。なんなんだろう、 A は。アカデミー。アソシエーション。倒れろ、無理か。1、2、3、4、5、あ、4牛ね。4牛か。ここは、うますぎる。よしよし、これはでかいでかいでかい。あー、マジか。寝起きドッキリみたいな感じでね、寝起きドロップキックはちょっと苦手だな、俺。できる気せん。あれできたとき、一皮むけるだろうな。俺は高めへ行ける。ただ、あれだ、ギュのペースが全然違うからわかんねえ。よし。エビ固め、逆エビとキャメルクラッチ。まあ、ホールド技持ってる。
やつと、なんか寝てるときになんかこう、ね、寝てる間にできる技って3種類ぐらいあって、あの連続攻撃みたいな、あの狂気攻撃、さっきパイレーツ2号か1号かやってたやつとか、ただは今俺がやってた、おーやべえこいつ急に中攻撃やりやがした、一回で返されるの痛すぎるだろ、早く血出ろや作戦変更、血を出す、よし、オッケー、出たな、ダメだ、後ろ狙ってみる、オッケー、よし、後ろ狙った時は Y ボタンと B ボタンしかないね、技、あの方向キーは関係ない、よし、倒れ込み技みたいな、物理攻撃を与えてくる技と関節技と、あとはホールド技みたいなやつがあるかな、ホールド技っていうか、タコ殴り技、ホールド技あんまないな、寝てる間にギブアップ技しかない、俺持ってないからちょっと説明がむずいな、こういう、このイッテッちゃんはね持ってないから、両方とも締め技しかないから説明がしづらい、まあ3種類ぐらい技があるね、とりあえず、で、そう、倒れながら攻撃してくる、なんか寝込みをねラリアットで襲ってくるキャラクターとかいるんですよ、レスラーとか、そういうキャラクター結構強いね、使いやすい、やばいこの野郎、ああ終わった、弱いキャラクターが血出たらもうこれはもう風前この守備はこの時点で、あぶねー、風前算数それ、うわ距離感もう負けること、ああ5倍ぐらい食らった、もう痛い、ほらもう起きない、もう起きない、ただでさえ強いのに相手の方が、マスカライーグルがコンドルだか、ミスター2みたいな、なんで今の辻斬りみたいなことやってきた、よっしゃラッキー、あフラついてる時でもまあランダムで当たる、でも今まだ無理なの、信じるしかないね、もうこれやるしかない、もう血が出てるんだったら俺も殿下の宝刀を嫌がらせをするしかない、起き上がりこぼしやるしかないよ、これもうこれやるしかない、もう見応えない、向こうの S 席の人困るよね、対角線にいる、大変か、大変側にいる観客、涙目、何が起きてるか全くわからん、まだだってさ、全然疲れたよ、ほらまだピヨってすらない、ノンピヨリそんなことある、どんだけ弱いんだこいつ、まあ、1戦目のやつがここまで上がってきてること自体が素晴らしいことではあるので、まあ多くは語るまい、弱い、能力値が低いキャラクターって、何がしんどいかって、ピオールまでが長いから、これをね、何百往復とかやらんと、多分終盤勝てない。何百は言い過ぎたけど。まあ、2、30決めないとな。でも2、30決めるにも、序盤はドロップキックが決まらないんで、地道に組んで落として、やるっていうのを繰り返さないといけない。ただ、組むのが、もう、命取りなんだよね、終盤。負けるから。組んだら技取られちゃうから。それがしんどくて、だからこれめちゃくちゃリスキーなんだよね、序盤のね楽しみ、もうこんぐらいやったらいいんじゃないかな、だいぶ熟成したんじゃないかな、肉が柔らかくなってきたと思うよこれは、だいぶ、じゃあドロップやってみるか、プレイバスター、おっ愚か者、どうなったんやこいつ、降りた、じゃあ俺上がるわ、バーカバーカ、あマジか、ダメだ、いやこの位置、おラッキー、ダメだ、まだこれやらんといけん、まだこのサイの瓦みたいなことをやらんといけん、俺相手にとってサイの瓦みたいな、わーやべ、ちょっとかっこいい弱技、あれおろ倒れたの、もう倒れてることあるか、うふんうれダメだ、ダメです、まだだ、あーでもやるしかない、あ決まるようになってきたよ、ちょっとずつリング中央に寄せるか、パイルドライバーで、うるるるダメだ、いけるか、いや、上がれ、よし上がれ、鳥人間コンセンスじゃないんだから、あこのキャラクターできないんですけど、あのホールド技はあの B ボタンで強制終了できます、締め技は相手がほどくしかないんだけど、こっちは今日、あの、ホールド技強制的にやめれる。急戦か、もうやめてもいいか、一旦。てか、めちゃくちゃやってる。説明が長すぎたな。まあ、55戦あるんだよ。一旦こんくらいでやめとこうかな。じゃあ、セーブしてこ、セーブしようかな。ほら。あ。これね、俺がやったデータね、これ。セーブしようかな。
で、パスワードは、驚きの4桁。4桁で全てをね、わかろうとしてる。どういうことや？まあ、セーブします。このブルってキャラクターは、俺が普通に、過去にね、1回だけ放送したことがあるんですけど、このゲームのね、その時にやってたっけ。48戦でセーブしてるわ。一応、クリアしてるわ。じゃあ、セーブして、はい。一徹。わー、かっこいいわ。一徹。一徹してるから弱いのかな、わかんないけど。まあ、そんな冗談はさておいて。じゃあ終わりますか。こっからはね、マジで、必難ハック苦難の道待ってるんで。まあ頑張ります。見てくれた方、ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。バイバイ。